はい、おはようございます。星野ハミカです。今日は福島県のアルツバンダイスキー場に来ました。アルツは初心者にとっても優しいパークがあるということで、アルツにねずっといた福島県在住の紫スポーツのチームライダー長尾あかねちゃんと一緒に、あとカメラ持っていただいてるのはドーン、タニシさん。どうもタニシです。そうね、この3人で一緒にあのアルツバンダイの、初心者パークでもね上級者も楽しめるらしいので紹介していきたいと思います。OK、 じゃあレールラインからいきます。一発目で大ゴケしてもあと二発止めた。でしょ？走ってるよ。なのでね、初心者の皆さん、すごい小さいのもあるし、4つ並んでるので1個目で失敗してもまだまだジャンプしてるんでね、ぜひアルツバンダイスキー場に来てジャンプ、ボックス、レール、ちょっとずつねステップアップして楽しんでみてください。そんな動画でした。また次の動画で、バイバーイ。転んでも恥ずかしくないから、こうやって使うんですよ、こういう動画を。はい。谷さんからのお言葉でした。